ノンアルコールを飲んだのに酔っ払ってるような錯覚に陥っている男、どうもウシくんです。牧場生活、夏15日目を、プレイしていきます。また雨スタートプラスとても不機嫌、もう笑うしかないぜ。雨だと水やりしなくていいから、その分は楽になるね。チキチキボンバーズ、おはよう。今日も美味しい卵をどうもありがとう。魅惑のマヨネーズ。もうもう娘、おはよう。新鮮な牛乳が飲みたくなってきた。そろそろチーズプレス作れるかな。キノコ、ノッコノコ、元気の子、エリンギ、マイタケ、ブナシメジ。今の子たちはこの歌知ってるのかな？チーズプレス、一丁上がり。安定した収入が必要なんです。よし、セット完了。チーズチーズ。運よく見つかったらあげるとするか。アレックス、どうした？脳筋だということに気づいていたのか。大丈夫、アレックス、そんなことはない。人生これからなんだ、元気出していこう。誰にだって得意と不得意はあるよ。筋肉だって同じさ。よし、よく言った、その調子。やればできる。そんなことよりどのプロテインが一番体に合うかとか、どんなトレーニングが効果的なのか、筋肉について語り合おうじゃないか、心の友よ。俺の体、チェックしてやがる。斧も何かと使うのでね。
秘密の森にも早く行きたい。ピエールのお店にやってきた。この雨を利用して種買っておこう。高品質スプリンクラーを作るためには金が必要で、鉱山の奥深くまで進める必要があります。あ、今思い出したけど、今日の運勢とても不機嫌だったなぁ。はしごが見つかりづらいかも。でも、割と順調にはしご出てきてくれる。
80階に到着。時間も時間なので鉱山探検はここまで。酒場に行ってみんなと会話してから帰ろう。だけど月曜日だから人数少なめ。そういえばちょうどアクアマリン拾ってきたぞ。これはタイミングが良い。なかなか良いお値段。牧場に戻って残りの仕事を終わらせよう。魅惑のマヨネーズを回収。チーズも回収、そのまま食べたい。さ、今日はこのくらいにして、さっさと寝ましょう。おやすみなさい。最高もレベルアップ。嬉しい。迷うことなく地質学者で。動物アイテムが増えると安心できます。次の目標は豚さん。トリュフ王に俺はなる。おはようございます。夏、16日目を始めます。よろしく頼む。今日の運勢はまずまずといったところ。ガスからレシピもらえるとか贅沢すぎる。水やりを終えて、動物小屋へ。編集で気づいたけど、牛小屋だけ放牧してない。
そこまでする？相当飢えてるなぁ。今は、聞かなくて大丈夫です。ジェス発見、こんにちは。プレゼントできるものが何もない。お、ヘイリーもお散歩中。エリオットにも挨拶しておこう。昨日80階まで行けたので、金鉱石をゲットしたい。ここからは倍速でお届けします。とりあえず90回まで目指します。
無事90回到着しました。スタバレの世界では2時になると主人公が倒れてしまい自宅へ搬送されるというシステムがあります。誰が搬送してくれるかはランダムでお金を取られてしまうのです。だから絶対に2時までに帰るんだ。セーフ。ワースト手のを拾ってなかったら間に合ってなかった。これで心置きなくゆっくり寝れます。おやすみなさい。鉱山に入り浸っていたから収益なし。ま、こんな日もあるということで。それでは、本日の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。